秋人堂は1540年、五島列島の福江島に建てられた平等。当時、民の貿易省であった、大忠氏が財政難に苦しむ福江領主区森貞の通商許可を得た際に、江川城上昇下の高台に居住地を与えられ、中華街を作る許諾をも得た。その一角に、東、品海航海の安全を祈るために建立したものと伝わる。称として、 名人サーとも呼ばれる。以前は、公益に使用したと考えられる荷上げ場が残されていたが、福江川の河川改修時に消滅し、当時の面影を残す以降は、近在の六角井とこの秋人堂のみとなっている。2015年現在に残る道及び石材、建造物は1999年に改築されたもので、桜井市、白石、錆見影石などが使用され、 長崎市の民間企業で設計、作成されたものが納入された。秋人同祈願祭として、毎年10月に行われる、福江港祭りで祈願祭が行われている。王忠氏は和光であり、平戸市市によれば、民の密商で、遺金の貨物を、ルソン、安南、大王国、マラッカ等に密輸し、巨万の富を成し、東、シナ海貿易商として、 非常な勢力を持っていたとされている。また、帝春港の日本一官にも、大忠氏は、後藤を拠点とし、藩主の松浦隆信と共に、大暴れした和光であると記されている。鉄砲伝来に大きな関わりを持つとされる、南浦文これの記した、鉄砲機に登場する、大民受精の五法という、ポルトガル人通訳を務めたとされる人物の名は、大忠氏の号であり、 ポルトガル人を乗せて日本に鉄砲と南蛮文化を運んできたジャンク船の持ち主はこの王直であると推測されている。王ただしは最後には民で捕獲、処刑された。ありがとうございます。